私にはとてもそこまで泳いではいけないよ。何、わけはございません。私の背中にお乗りください。亀はこう言って背中を出しました。浦島は半分気味悪く思いながら言われるがままに亀の背中に乗りました。亀はすぐに白い波を切ってツンツン泳いでいきました。ザーザーいう波の音がだんだん遠くなって、青い青い水の底へ、ただもう夢のように運ばれていきますと、ふとそこがカッと明るくなって、白玉のように綺麗な砂の道が続いて、向こうに立派な門が見えました。その奥にキラキラ光って目のくらむような金銀のイラカが高ぴその奥にキラキラ光って目のくらむような金銀のイラカが高くそびえ立っていました。さあ竜宮へ参りました。亀はこう言って浦島を背中から下ろして、しばらくお待ちくださいと言ったまま門の中へ入っていきました。まもなく亀は出てきて、さあこちらへと浦島を御殿の中へご案内しました。タイやヒラメやカレイやいろいろのお魚が物珍しそうな目で見ている中を通って入っていきますと、乙姫様が大勢の腰元を連れてお迎えに出てきました。やがて乙姫様について浦島はツンツン奥へ通っていきました。目の奥の天井にサンゴの柱、廊下には瑠璃が仕切り詰めてありました。こわこわその上を歩いていきますと、どこからともなくいい匂いがして、楽しい角の音が聞こえて、楽しい角の音が聞こえました。やがて水晶の壁にいろいろの宝石を散りばめた大広場に通りますと、浦島さん、ようこそおいでくださいました。先日は亀の命を助けてございまして、誠にありがとうございます。何にもおもてなしはございませんが、どうぞゆっくり遊びくださいまし、と乙姫様は言って丁寧にお辞儀をしました。やがて太陽頭にカツオだの、フグだの、エビだの、太鼓だの、タコだの、大小いろいろのお魚が珍しいごちそうをと大小いろいろのお魚が珍しいごちそうを大和は運んできて、にぎやかなお酒盛りが始まりました。綺麗な腰元たちは歌を歌ったり踊りを踊ったりしました。浦島はただもう夢の中で夢を見ているようでした。ごちそうが済むと、浦島はまた乙姫様の案内で御殿の中を残らず見せてもらいました。どのお部屋も、どのお部屋も珍しい宝石で飾り立ててありますから、その美しさはとても口や言葉では言えないくらいでした。一通り見てしまうと、乙姫様は今度は四季の景色をお目にかけましょうと言って、まず東の塔をお開けになりました。そこは春の景色で、一面ぼーっと霞んだ中に桜の花が美しい絵の中に咲き乱れていました。青々とした柳の枝が風になびいて、その中で小鳥が鳴いたり蝶々が舞ったりしていました。次に南の塔をお開けになりました。そこは夏の景色で、垣根には白い卯の花が咲いて、お庭の木の青葉の中ではセミやヒクラシが鳴いていました。お池には赤と白のハスの花が咲いて、その葉の上には水晶の玉のように露が溜まっていました。お池の縁には綺麗なキザナミがお池の縁には綺麗なササナミが立って、おしどりや
ました。次に西の塔をお開けになりました。そこは秋の景色で、花壇の中には白菊が咲き乱れて、ぷんといい香りを立てました。向こうを見ると、カッとも得立つようなもみじの林の奥に白い霧が立ち込めていて、鹿の鳴く声が悲しく聞こえました。一番おしまいに北の塔をお開けになりました。そこは冬の景色で、野には散り残った枯葉の上に霜がキラキラ光っていました。山から谷にかけて雪が真っ白に降り、
事な宝を入れておくとおっしゃったあれは人間の寿命だったのだな、と残念そうにつぶやきました。春の海はどこまでも遠く霞んでいました。どこからか低い声でうな歌を歌うのがまた聞こえてきました。浦島はぼんやりと昔のことを思い出していました。おしまい。人だったなと思います。